はい、皆さんこんばんは。クレイジーバーテンダーのケンです。今回なんですけども、2021年最初の動画でやりました、当店のウイスキーランキングのバーボン編になります。よいしょはい、というわけで今回の動画は、昨年度もやりました企画の2021年バージョンになります。概要欄に昨年度のバーボンウイスキーランキングも載せておきますので、よかったらそちらもご覧ください。それで今回のランキングなんですが、2020年に僕のお店で飲まれたバーボンウイスキーをトップ5の順で発表してまいります。そして今回の動画なんですが、有名ウイスキーのジャックダニエルだけ除外してのランキングとさせていただきます。今回なぜジャックダニエルを除外したかと言いますと、僕のお店はジャックダニエルのコーラ割りを飲まれるお客様が非常に多くてですね、もしそちらも換算してしまいますと、ジャックダニエルが圧倒的に有利になってしまいますので、今回のランキングは除外させていただきましたので、そちらをご了承の上見ていただけたらなと思います。そして今回も正確性を保つために、2020年度のお店の売上台帳をもとに算出して発表してまいります。さあ、というわけで東京は浅草にあります小さなバーで一番飲まれたバーボンウイスキーは一体何だったのでしょうか。それでは早速やってまいりましょう。まずは5位から発表いたします。はい、というわけで第5位はこちら、ブッカーズがランクインいたしました。こちら2020年に当店で約100杯飲まれたウイスキーになります。僕個人的にはこちらのブッカーズがランクインしたのは結構意外だったんですが、去年の営業を振り返ってみると、いろんなウイスキーを飲まれた後に一番最後の締めのウイスキーとしてこちらのブッカーズを飲まれる方が多かったかなと思います。こちらのバーボンはアルコール度数60度を超えるハードリカーにはなりますが、樽由来の風味、香ばしさ、そして深い熟成感などを味わえるので、締めの一杯に選ばれることも多いのかなと思います。こちらプレミアムバーボンだけあって、ボトルで購入すると結構お値段しますので、バーなどお店に行った際に飲むと決めている方が結構多いんじゃないでしょうか。こちら飲み方としてはストレートかロックで飲まれる方が多かったような印象です。というわけで第5位はこちら、ブッカーズがランクインいたしました。はい、それでは続きまして第4位を見てまいりましょう。はい、というわけで第4位はこちら、IW ハーパーのゴールドメダルがランクインいたしました。こちらのボトルは2020年当店で約120杯飲まれた計算になります。こちらは安定のランクインといったところでしょうか。ちょうど1週間ほど前に、ウイスキーレビューの動画でも扱ったボトルなんですが、飲み方としてはハイボールで飲まれるお客様が非常に多かった一本です。こちら何かをつまみながらはもちろん、ハイボール単体でも楽しめる使い勝手がいいウイスキーと言えるかなと思います。こちらのハーパーは原材料として使われるトウモロコシの比率が高いため、穀物由来の甘さがしっかりと感じられる仕上がりになっております。僕の店ですとハーパーの12年ものも扱ってはいるんですが、圧倒的にこちらのゴールドメダルを飲まれる方が多かった印象です。というわけで第4位は IW ハーパーゴールドメダルがランクインです。さあ、それでは続きまして第3位を見てまいりましょう。はい、というわけで第3位はこちら、ブラントンのシングルバレルがランクインいたしました。こちらのウイスキーは2020年度150杯飲まれた計算になります。こちらのウイスキーは昨年度のランキングで第2位だったんですが、今年は一つ順位を落とした結果になりました。こちらのウイスキーもブッカーズと並んでプレミアムウイスキーの代表格として知られていますが、こちらのシングルバレルというのは単一の樽からボトル詰めされていることを表しております。マンゴーやイチジクのようなフレーバーが楽しめ、アルコール度数46度のハードリカーではありますが、飲み口は非常にまろやかで、エレガントといった言葉が似合う一本となっております。飲み方はストレート、ロック、ハイボールなど、お好みの飲み方で楽しまれる方が多かった印象です。僕の店ですと、こちらブラントンのブラックというボトルも置いてはいるんですが、飲まれるのはこちらのシングルバレルが圧倒的に多かった印象です。というわけで第3位はこちら、ブラントンのシングルバレルがランクインいたしました。さあ、それでは続いてまいりましょう。バーボンウイスキーランキング第2位はこちら。はい、というわけで第2位はこちら、ブレッドがランクインいたしました。こちらは2020年度に約160杯飲まれた計算になります。
こちらブレットのランクインは結構意外だったかなと思います。まずそもそもブレットというバーボンウイスキーは皆様ご存知でしょうか。こちらのボトルはバーボン愛好家たちの中では非常に評価が高い一本なんですが、日本ではバーなどでも扱ってないところも多くありますし、そこまで馴染み深いボトルではないかなと思います。こちらのボトルは僕が個人的に好きで、お店のバックバーに並べたところ、お客様たちがあの見たことないボトルを飲んでみたいと反応してくださって、今では僕のお店で結構人気の一本となっております。こちらのボトルはアメリカ本国でも非常に人気の高いバーボンになりまして、高品質のライ麦を使用することによってスパイシーさとスモーキー感がある仕上がりになっております。飲み方はストレートかロックで飲まれる方が多かった印象です。こちらのボトルはまた機会を見つけてデビューしてまいりますので、そちらも楽しみに待っていただけると幸いです。というわけで第2位はこちらブレットがランクインいたしました。さあ、それではやってまいりました。東京は浅草にあります小さなバーで一番飲まれたバーボンウイスキー第1位はこちら。はい、というわけで栄えある第1位はこちらウッドフォードリザーブでございます。こちら2020年に当店で約190杯飲まれた計算になります。こちらはケンタッキーダービーのオフィシャルバーボンとしても知られておりまして、アメリカ本国でも人気の高い一本となっております。僕のお店でもバーボン好きのお客様が好んで飲まれる一本になりまして、ストレート、ロック、ハイボールなど飲み方問わず対応できる一本かなと思います。さらにこちらのウッドフォードリザーブはカクテルのベースとしても使われることがありまして、有名どころですとミントジュレップやオールドファッションといったカクテルのベースに使われることでも知られております。僕のお店でも夏場なんかはこちらのウッドフォードをベースに使ったミントジュレップが多く注文されていました。こちらのウイスキー味わいはビターチョコの甘さとオレンジピールの酸味、蜂蜜やメープルシロップなどしっかり深みのある味わいとしっかり厚めのボディが特徴となっております。ウッドフォードリザーブのラインナップの中ではこちらが一番スタンダードなボトルにはなりますが、完成度が高い一本でバーボン愛好家たちから愛されるのも納得の一本です。というわけで2020年度バーボンウイスキーランキング栄えある第1位はこちらウッドフォードリザーブという結果になりました。はい、それでお疲れ様でした。今回はバーボンウイスキーランキングベスト5という動画だったんですが、いかがでしたでしょうか。こちら2019年度のランキングと比べてみても結構入れ替わりがあったので面白い結果だったかなと思います。僕の店ではスコッチジャパニーズウイスキーと比べてバーボンは飲まれる量がそこまで多くないんですが、バーボンはお好きな方が同じ銘柄をずっと繰り返し飲まれる印象が強いかなと思います。今回の動画をご覧になって少しでも興味が持てたボトルなどがありましたら、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回の動画は以上になります。こちらの動画気に入ってくださいました方は高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それで皆さんまた次の動画でお会いしましょう。またねー。